イアルダモート神のもとに万人は平等である。奴隷たちよ、ルスタニアに協力する者には自由民の権利と財産を与える。人の世に奴隷などいてはならぬ。圧政者を打倒せよ。平等、自由。門を開けろ。自由を手に入れるんだ。縄文を死守しろ。どけ貴様ら。卑しい奴らめ、門に近づく者は首を叩き落とすぞ。ガルシャワ主婦、奴隷を殺して何になる。奴らは奴隷ではない、謀反人だ。見ろガルシャワ主婦、お主は10人の謀反人を殺したが、代わりに1000人の謀反人を産むことになるぞ。聞け、城中の神を恐れぬ異教徒どもよ。わしは唯一絶対の神、イアルダボートにお仕えする聖職者、大司祭にして異端審問官モダンである。今この異教徒の肉体をもって貴様らに神のご意志を伝えよう。さっさと殺せ。貴様らの神に救われるくらいなら、俺は地の底へでもどこへでも行ってやる。そしてそこから貴様らの神と国とが己ら自身の残忍さに食い殺されるのを見届けてやるわ。この罰当たりめ、エクバターナの人々よ、俺を追い殺してくれ。ルシタリアの万人になぶり殺されるより味方の矢で死にたい。この距離で矢など届くか。俺を思ってくれるなら我が誇りを守るため殺してくれ。何、あの城壁から一矢でだと。あの者を連れてまいりなさい。恩賞を与えましょう。そなた名は？ギーブと申します。王妃様、旅の学士でございます。ウードを弾きます。笛も歌も詩も舞もいたします。ついでに申し上げておけば、弓も剣も槍もそこらの兵よりもうまく使います。そなたの弓の腕はすでに見せてもらいました。忠実なシャプールを苦しみから救ってくれた礼を言います。では殺人の罪は問わぬと仰せで。ギーブよ、そなたの最中を見込んで一つ頼みがある。幕の後ろに剣と甲冑の気配、面倒だな。正当な理由と報酬、それと成功の可能性があればお引き受けいたします。理由はパルス王国の存続、ひとえにそのためじゃ。報酬は十分に使わそう。何せタハミーネ様の御意であられるからな。王妃様自らの？さよう。秘密の通路を通り、王妃様を城外の安全な場所へお連れしてもらいたいのだ。ん？ルシタニア兵。
知らずとき女神アーシャン、この安全とは言えないようです。どうかお気をつけて。裁かれても面倒だな。少し静かにしていてもらおうか。主人か。私にかかればルシタニアは困難なものです。安心して生きてください。先を急ぎましょう。一体どれだけルシタニア兵がいるんだ。まったく割に合わない仕事だ。美しき女神アーシー、幸運の女神アーシーよ、俺に力を。王妃もおらん。しかもエクバターナ100万人とは捨てなくて。やれやれ、どこかにまともな王がおらぬ。肌の匂いが違う。あんたが身代わりになって、その間に嘘つきの王妃様を逃がす段取りだ。身分の高い人は他人が自分のために奉仕し犠牲になるのは当然だと思っているからな。だがそんな役回りは俺はごめんだ。ではこれ以上あなたと共に進むことはできません。ここは危険だぞ。勝手に行くな。まさかこのようなところで光栄あるパルスの王妃様に会おうと。パルスに誠の正義を敷こうと志す者だ。カーラン様、なぜこのようなところに。カーラン様だと。こやつ王妃ではないな。行くぞ。本物の王妃はまだ城内に残っているかもしれない。
待て、絶世ではないにしても美人を殺すとは何事だ。顔を見せたらどう、ミロード。それとも血液の代わりに水銀が流れているからそんな素顔になったのか。おじですか。その顔、うるさい顔を叩き潰せ。俺は先に行く。おっと、釣れないね、銀仮面。さて、どうする。あの仮面の男は王妃様を探しに行ったか、嘘つきの王妃様を救いに行くか、それともこれでさよなら。よし、決めた。王宮へ戻るぞ。混乱に紛れて財宝の一部を頂戴しよう。ついでに美人もいたら頂戴しよう。出口はこっちか。その辺の偉そうなる人も聞いてみるか。さて、王宮への行き方を教えてほしいんだな。俺は知らない。だけど向こうの奴ら王宮へ向かうプランのはずだ。これは何の鍵だ。とりあえずもらっておくか。さて、王宮へはどの道から行けるんだ。くそ、パルスの夢。あっちだ。向こうの出口が王宮に繋がっている。よし、我らも王宮になだれ込む。神の御加護。なるほど、ここが王宮に繋がる。幸運の女神アシエル、俺に力を。お前はハウスだ。くそ、囲め。あまり時間はないな。もらえるものはもらって、王都とはおさらばだ。今夜はいつにも増して攻防が激しい。あ、王宮から火が。バカな、ここはもう手遅れか。カーラン、寝返ったとの話は本当だったのか。ゆえあってのことよ。お主には分からぬ。降伏しろ、サーム。イアルダボート卿に回収すれば地位も命も保証してやる。犬が人間の地位をうんぬんするなど片腹痛い。うん、何もの。奴隷が城門を開いたぞ。門の前で固めろ。侵入を許すな。ルスタニア国王、イノケンティス7世陛下のご入場であるぞ。王妃がまだ見つかっていない。探し出せ。ここまでは予定通りで。ああ、
餌を与えられた豚はよく踊るものだな。今の勝利をおごるがよい、ルシタニアの蛮人どもが。銀仮面の男が王妃を捕らえたそうだ。おお、あれがタハミーネか。はじめはバダフシャーン公国最小の婚約者であったそうだ。それを主君のカユーマレス公が奪った。哀れな最小は自殺、タハミーネを奪った主君も。パルスの前王オスロエスの信仰に恐怖し身投げか。その後オスロエスとその弟アンドラゴラスはあの女を取り合って仲違い。オスロエスは病死ということになっているが、その実はアンドラゴラスが暗殺して王位もタハミーネも手に入れたという話だ。関わった男をことごとく不幸にする女か。陛下が異教徒に手心を加えることはない。あの女、どのような死が与えられるのか。兄者。あ、なんじゃギスカール。パルスの王妃をめとりたいとか。うん、みんなが反対するのじゃ。お主なんとか説得してくれ。あの女に関わった男どもの無残な末路を知らないわけではないだろう。あまりに不吉では。その男どもは全て異教徒ではないか。はあ、あるいは神が彼女に試練を授けたもうたのかもしれぬ。そのほうら、こたびの勝利は神のお力によるものじゃ。すべて神に捧げるゆえ、決して手をつけてはならぬ。はは。この宝物庫の管理はすべてボタン大司祭に任せる。ああ、疲れた。ボタンにすべてをだと。命がけで戦ったのは我々だというのに。お主らの気持ちはよくわかる。俺も以前から思っていた。兄者は口先だけの聖職者どもを厚遇しすぎ、お主ら功績ある武将をないがしろにしすぎていると。信心も大概にしてもらわねば。その信心深い陛下が女に迷うとは。しかも敵国の怪しい王妃。ギスカール様、どうかこの婚姻をお止めください。言われずとも。間違って兄者に子なんぞできたらと考えるだけでいがんねじ切れるわ。